優勝戦1号艇徳松選手です。お願いします。はい、お願いします。さあ、ここまで3日間走って現状船足仕上がり具合はいかがでしょう。ターン回り出足に関してはもう納得の域ですね。前傾からだいぶ上積みができた。上積み、まあ、ちょっとずつですけどね、はい。その一歩他の足についてはどうですか。まあ、伸びは諦めてます。いや、優勝戦に向けて何かこの後作業っていうのは。まあ、安定板ついたんで、それ用にペラを叩いたんで、そこをまず戻してから、まあ、そこからどうしようかなです。さあ、もう高枠1号艇です。もちろんインから、まあ、インは取り切るつもりでいるんですけど、まあ、デタラメな前付けがあったら、まあ、そこは臨機応変には対応しますけど、はい。今節少し、ね、風も強かったりしましたけれども、スタートについてはいかがですか。まあ、行く気では行ってるんですけど、まあ、勘通りですね、大体。では最後にファンの皆様に意気込みをお願いします。はい、ビシッと締めます。優勝戦2号艇大場選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここまで3日間走って現状船足の仕上がり具合いかがですか。そうです、バランスが取れてると思いますね。直線と出足回り足もいいと思います。乗り心地は乗り心地もいいですね、はい。で、優勝戦に向けて現時点で何か作業って考えてますか。そう、まあ、あとは気象をよく見て、ペラの微調整でいいと思います、はい。さあ、枠は2号艇になりました。コースですが、うん、もう2コースから行きます、はい。ちょっと今節風が、ね、強かったりもしましたけど、ね、スタート感いかがですか。最初ちょっとね、分からなくて、ちょっと、まあ、休み明けだったんで、ちょっとタイミングがちょっと取りづらかったんですけど、まあ、後半につれだいぶ感が修正できて大丈夫だと思います、はい。さあ、では最後にファンの皆様に意気込みをお願いします。そうですね、いいレースをするのはもちろんそうですけど、静岡3人でワン、ツー、スリーできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。3号艇中口選手です。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここまで3日間走ってですけれども、船足の仕上がり具合いかがでしょう。安定板がなかったら、まあ、行き足回り足はそこそこいい感じになってきてます。乗り心地はいかがでしょう。前傾はあまり良くなかったんですけど、そこも今はいいです。まあ、明日は天気回復、風がもう少し弱まってという予報が出ているんですけれども、でも安定板が外れれば、まあ、船足的には満足。満足したことはないんで、はい、戦える足はあります。優勝戦に向けては、じゃあ明日何か調整は考えてますか。ちょっと天気が悪くなりそうなんで、まあ、いろいろ気象情報を見てちょっと考えます。さあ、枠は、3号艇となりましたけれども、コースのイメージですが、3なら3コースの方がいいですかね。離れで出るようだったら、いいまで狙えそうだったら行きますけど、狙えそうもなかったら3コースにします。今節ちょっと風も強く吹いたりもしてますけれども、スタート感はいかがでしょう。はい、安定板分遅れたところはあるんですけど、まあ、自分なりにはいけてます。では最後にファンの皆様に意気込みをお願いします。はい、全力を尽くします。ボートレース浜名湖楽しんでください。優勝戦4号艇宮地選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ここまで走ってみて現状船足の仕上がり具合はいかがですか。もう安定板さえなければ本当に安定板がついてなければ船足特徴はいところがもういいターンできますね。ターン回りについてはもう大丈夫。本当ですね、安定板さえなければ。明日は風少し、まあ、緩みそうな予報なんで、安定板外れたら、はい、調整、はい、そうですね、うん、思い切って、うん、伸びつけていきましょうかね、はいはい。さあ、枠は4号艇になりましたけれども、はい、伸びをつけてのレース、うん、あんまなんかエンジン的に伸びがつかないですけど、なんかどうにかしようと思います、はい。今日はちょっと悔しい思いをして、はい、じゃその思いを晴らす優勝戦。そうですね、ちょっと安定版が本当に分かりました。じゃあ最後に優勝戦の意気込みお願いします。あ、頑張ります、はい。優勝戦5号艇斉藤達樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはここまでの船足仕上がり具合を教えてください。そうですね、やっぱ出足が良くて、たんまりもいいんで、で乗り味もよくいいんで気に入ってます。直線はどうですか。普通ぐらいはあると思うんで、まあ大丈夫です、はい。さあ、優勝戦に向けて今時点で何か作業って考えてますか。もうプロペラのみで考えてます。ちょっと安定板ついたんで、いろいろ試したんで、まあしっかり戻して
いい足に仕上げれるように頑張ろうと思います。さあ枠は5号艇での登場になりましたけれども、コースそしてスタートいかがでしょう。そうですね、ダッシュの方が見えてるんで、まあ、枠は主張 したいと思うんですけど、まあ、分かるところから攻めていきたいと思います。優勝戦の意気込みお願いします。やっと浜名湖で優勝できたんで、初優勝を目指して頑張りたいと思います。お願いします。優勝戦6号艇、河村選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまずはここまで走っての船足の仕上がり具合教えてください。出足回り足を中心に、まあ、足は普通なんですけど特徴は出てます。はい、直線は普通ですね。普通、はい、乗り心地は徐々に合ってます。合ってきてます。はい、優勝戦に向けて現時点で何か作業は考えてますか。もうプロペラは、自分今節テーマを持って調整して、しっかり自分の思った通りになっているので、本当に微調整するかもしかしたら叩かないかもしれないですね。はい、さあ枠は6号艇になりましたけれども、コース現時点で。そうですね、基本的には、まあ枠だと思うんですけど、一つでもうちが取れるようにピット離れから集中していきます。はい、さあ今節スタート感はいかがでしょう。スタートは、まあ、全速ではいけてるんですけど、勘よりはやっぱり向かい風がものすごい強いんで届いてないですね。はい、わかりました。じゃあ最後にファンの皆様に意気込みお願いします。展開つける足あるんで、どっか空いたら全速でまくり出します。応援してください。